はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病患になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そしてね、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクをしてもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやすすのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、先日のね、歯医者さんでの出来事なんですけどもね、まあ、僕は7月の後半の通院の時からね、歯が欠けてきたと訴えてました。しかし、いつもの美人歯科衛生士さんも、まあ、若手歯科医はね、スルーなんですよね。少し溝がありますね、欠けてるけど食べれるでしょと言って、まあ、そのままその日の僕に対するメニューである、まあ、若手先生によるね、問診、触診、視診かをやって、で、まあ、美人歯科衛生士さんによる歯のお掃除である、まあ、歯石取りがね、黙々と始められました。まあ、下の一番前の歯、いわゆる、まあ、前歯なんですけどもね、まあ、表面に深い溝がこう、歯があったら、ちょうどこの、上に溝ができてるんですよね。そう、溝がね、できているわけで、なんか先っぽが凹んでるよ、深い溝ができてて気持ち悪くてですね。まあ、さらに気がつけば、左の上の八重歯の先っぽがね、欠けてることにもね、気づき始めました。で、そしてさらに今回ですね、まあ、前歯、まあ今回はその、上の前歯のね、一番前に来る前歯あるじゃないですか。前歯の、左の歯が、歯先がこの、アーチ状に欠け始めたんですよ。ちょっと難しい。どうするのかな?こういう感じで、見えるかな?こういう感じで、こうあるべきなのか、こう、なったわけですよね。まあ、これを見た美人歯科衛生士さんは、さすがにびっくりされたんでしょうね。前歯が欠けてます。また神経まで出てないから、痛くないでしょうけど、ちょっと先生に報告してきます、言うて、行かれましたね。ほんで若手先生がやってきてですね、これはすごい欠けてますね、まだ痛くなさそうですけど、まあ、治療が必要となってきます、まあ、今日はこれから治療するとなると時間がちょっとかかるので、別日に予約を取ってもらいますけどいいですかって言われて、お願いします言うて、まあ、やっと気づいてくれたんです。まあね、患者側としては、まあ、素人のなのでね、まあ、どこの歯であっても、こう異常を感じたら、やっぱ不安になるもんなんですよね。まあ、この異常自体に順番なんでつけれませんし、本当に。まあ、一番目立つ前歯が欠けてるということは、まあ、歯医者さんたちにとってもですね、まあ、最重要箇所だったんでしょうね。まあ、それもこれもね、まあ、口に GVHD ができた原因でですね、まあ、唾液が出てこなくなって、まあ、口腔ケアの力がね、弱くなっているせいでした、と思いますよね。まあ、ほっぺたの内側のただれはね、まだ少しはありますけども、まあ、マシになってきてるんですが、まあ、GVHD のね、長い月日で唾液の出る量が少なくなってきているので、唾液によるそのね、殺菌する力がなかったから、まあ、このような歯にね、影響が出たんでしょうね。でも次回の歯科は2週間後ですので、まあ、このかけた前歯の治療をすると思います。もう先に、お掃除とか、検診とかよりも先に普通のこの治療をするって言ってたんでね。はい。まあ、それまでしっかり歯磨きをして、悪化しないようにしていきます。ね、まあ、といった感じでですね、このように感じれるようになったのも、このようにお伝えできるのも、皆様にご協力してもらっているおかげでですね、行かせてもらっているからと思ってます。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげで患者さんを助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただきたかと言いますと、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。
日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。はい、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタンのチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。